D 型肝炎ウイルス、D 型肝炎ウイルス、ヘッポタイタス、D ウイルス、D 型肝炎ウイルスとは、エンベロープを持った RNA ウイルスの一種であり、B 型肝炎ウイルスがともいますることで人に、D 型肝炎を引き起こし得る原体である。デルタ肝炎ウイルス、デルタ肝炎ウイルス、デルタウイルスなどと呼ばれる場合もあり、また、HDV と英語の頭文字を取った略記がなされることもある。 なお、HDV という略記は、他の分野では全く別な意味で用いられることもあるため、本校では以降、この略記を用いない。このほか、本校では、D 型肝炎、書籍によっては稀に、デルタ肝炎と記述されているともあるについても記述し、また、B 型肝炎ウイルスとの関連についても述べる。ただし、それぞれに関する詳細な解説は、当該記事を参照のこと。 D 型肝炎ウイルスは2006年現在分類学的にはデルタウイルス属、デルタバイラスに分類されており、肝異化は未分類のままである。なお2008年現在 D 型肝炎ウイルスはいかなる動物に感染するウイルスが属するグループにも属していない。また2006年現在 D 型肝炎ウイルスには I 型、E 型、 E 型の3種の遺伝子型が知られていて、この中で I 型は地球上に広く分布しているとされている。また、この中では一般に E 型が肝臓に対する病原性が最も強いとされている。ちなみに D 型肝炎ウイルスはたとえ宿主に侵入できたとしても単独では増殖できないウイルスである。このように宿主の細胞が存在していても そのウイルス単独では増殖できないウイルスを、欠損ウイルス、または、衛生ウイルス、サテライトウイルスという。したがって、D 型肝炎ウイルスは欠損ウイルスの一つに分類される。なお、D 型肝炎ウイルスのヘルパーウイルス、欠損ウイルスが必要とする別なウイルスは、B 型肝炎ウイルスである、詳細は後日。他に、 D 型肝炎ウイルスは RNA をゲノムとしているウイルスであるため RNA ウイルスに分類されている。D 型肝炎ウイルスの大まかな形状は約35ナノメートルから37ナノメートルの休憩をしていると説明される。なお、文献によっては直径36ナノメートルの休憩の粒子だと説明されている場合もある。このウイルスはエンベロープを持っている。 本来は B 型肝炎ウイルス、ヘパドナウイルスが表面に持っている、タンパク質 HBS 抗原を D 型肝炎ウイルスのゲノムにはコードされていないのにもかかわらず、D 型肝炎ウイルスは自身のエンベロープに持っている。ただし、このエンベロープは HBS 抗原だけでできているわけではなく、あくまで HBS 抗原を構成材料として含んだエンベロープである。 なお、D 型肝炎ウイルスの内部には RNA からなっている自身のゲノムとデルタ抗原、デルタ抗原とカタカナ表記されることもあり、また D 抗原、HD 抗原とも呼ばれるを持っている。このうちデルタ抗原は D 型肝炎ウイルス粒子を海面活性剤で処理すれば、つまりエンベロープを壊せば表面に露出する。D 型肝炎ウイルスのゲノムは 本ののマイナス差の環状 RNA であるこの RNA は約1.7、つまり約1700個の塩基を持った RNA である。なお、塩基数は1678個であると記述している文献や1683個であると記述している文献も存在する。この一本鎖の感情のゲノム RNA は 分子内の相補性が高く、約70%の塩基が塩基体を形成している。いずれにしても、このゲノムに高度されているのは、デルタ抗原と呼ばれる、タンパク質のみである。ただし、デルタ抗原にも長いもの、214個のアミノ酸からできているもので、分子量は約 27K だと短いもの、195個のアミノ酸からできているもので、分子量は、 約24系だとが存在しており、これらは、ウイルスのゲノムの異なる部位にコードされている。このように別々の場所にコードされているのにもかかわらず、この二つのデルタ抗原を比較すると、長い方のデルタ抗原は、短い方のデルタ抗原と全く同じタンパク質の C マッタン29個のアミノ酸が付加されただけ、構造をしている。1998年現在において、 長い方のデルタ抗原は D 型肝炎ウイルスのゲノムの複製を抑制する機能を持ち逆に短い方のデルタ抗原は促進する機能を持っているのではないかと言われているこの他にこの RNA はリボザイムとしての活性も持っており自身のゲノムの複製時に自分自身のゲノムの切断と結合を行うことも可能である D 型肝炎ウイルスの感染経路は B 型肝炎ウイルスと同様である。例えば、性的接触、性交渉、血液製剤、輸血など、医療現場での張り差し事故などが、感染原因となる。D 型肝炎ウイルスに感染したことによって、発症する D 型肝炎は、B 型肝炎ウイルスと D 型肝炎ウイルスとが、同時に感染した時にのみ見られる。ただし、必ずしも、 B 型肝炎ウイルスと D 型肝炎ウイルスとが同時に体外から侵入してくる必要はなく、先に B 型肝炎ウイルスに感染していて、B 型肝炎ウイルスが排除されていないものに後から D 型肝炎ウイルスが侵入してきた場合でも D 型肝炎ウイルスの感染は成立する。D 型肝炎ウイルスのヘルパーウイルス、欠損ウイルスが必要とする別なウイルスは、 B 型肝炎ウイルスであり、感染力を持った D 型肝炎ウイルス粒子、ウイルス全体を宿主の細胞内で作るときに B 型炎ウイルスを必要とする。しかしながら D 型肝炎ウイルスのゲノムなどを複製するときに B 型肝炎ウイルスは必要でなく、あくまで D 型肝炎ウイルスがエンベロープに持つ HBS 抗原を供給して、 もらうとのみがヘルパーウイルスとしての B 型肝炎ウイルスの唯一の役割である。D 型肝炎ウイルスのゲノムは宿主の細胞が持つ酵素によって複製されるのであって B 型肝炎ウイルスは関係ない。他にもウイルスの型によって D 型肝炎ウイルスのゲノム RNA の転写部位が多少異なりはするもののいずれにしてもデルタ抗原を高度する RNA も 転写されて、宿主の細胞が、デルタ抗原を生産するといった具合に、HBS 抗原以外については、宿主細胞があれば、D 型肝炎ウイルスだけでこと足りるのである。ただし、D 型肝炎ウイルスのゲノムは、マイナス差の RNA、つまり、宿主が普段合成している、MRNA とは、逆側の鎖であるのにもかかわらず、D 型肝炎ウイルスのゲノム自体には、 RNA 合成酵素、RNA、ポメラーツェがコードされていない。さらに、宿主の細胞には、マイナス差の RNA を合成する RNA、合成酵素はない。宿主の細胞が持っている RNA 合成酵素で、あるを使って D 型肝炎ウイルスが自身のゲノムを複製していることは、RNA ポリメラーゼ E を阻害するアルファー。 アマニチンを投与すると D 型肝炎ウイルスのゲノム複製も阻害されることから間違いないだろうと考えられている。しかし D 型肝炎ウイルスが宿主の細胞の持つ RNA 合成酵素では合成できないはずのマイナス差の RNA ウイルスのゲノムを一体どうやって宿主に合成させているのかは1998年現在謎となっている。 D 型肝炎が発生するのは D 型肝炎ウイルスが欠損ウイルスであるヘルパーウイルスとして B 型肝炎ウイルスを必要とするため B 型肝炎ウイルスと D 型肝炎ウイルスとが同時に感染するかまたはもともと B 型肝炎ウイルスに感染していたものが新たに D 型肝炎ウイルスに感染するかした時であるいずれの場合でも B 型肝炎ウイルスに加えて D 型肝炎ウイルスも感染すると B 型肝炎ウイルス単独の時に比べて一般に重篤な肝炎を引き起こすと言われておりさらに致死的な激症肝炎も起こりやすくなるとも言われているしかしながら B 型肝炎ウイルスに加えて D 型肝炎ウイルスが重複感染したとしても B 型肝炎ウイルス単独の時と同様に不健性感染となる場合があることも報告されている B 型肝炎ウイルスと D 型肝炎ウイルスとが同時に初感染した場合でも基本的に B 型肝炎ウイルス単独で初感染した時と類似した急性疾患を起こす。しかし B 型肝炎ウイルスは場合によっては半年間にも及ぶ長い潜伏期間をもって肝炎を発症するのに対して D 型肝炎ウイルスは B 型肝炎ウイルスよりも短い潜伏期間で肝炎を発症する。もちろん B 型肝炎ウイルスと D 型肝炎ウイルスとの相対的な濃度も関係してくるものの場合によってはこれら2つのウイルスに同時に初感染したのにもかかわらず急性肝炎の症状が連続して2回発生するということも起こり得る。なお、この際、 B 型肝炎ウイルス単独の時と比べて D 型肝炎ウイルスが加わったことにより急性肝炎が激症肝炎になりやすいことが知られている。その後仮に急性肝炎を乗り切ったとしても B 型肝炎ウイルスと D 型肝炎ウイルスは慢性的に混合感染し続けるようになる場合もある。逆にもしも B 型肝炎が慢性化せずに D 型肝炎ウイルスが縮死から排除されてしまった場合は D 型肝炎も治癒する。B 型肝炎ウイルスキャリアが D 型肝炎ウイルスに感染することによって急性肝炎を発症することがあり、この場合、急性肝炎が激症肝炎になるリスクが高い。また、この急性肝炎を乗り切ったとしても約70%の症例で B 型肝炎ウイルスに加えて D 型肝炎ウイルスも慢性的に感染し続けるようになるとされている。他に同じく B 型肝炎ウイルスキャリアが D 型肝炎ウイルスに感染することによって肝炎が活動性になったり、慢性 B 型肝炎の患者が D 型肝炎ウイルスに感染することによって肝炎が重症化しやすなることも知られている。ところで B 型肝炎が慢性化した場合、 長い年月の間に肝硬変や肝臓がんへと進行することはよく知られている。もしも、ここに D 型肝炎ウイルスが加わると、この肝硬変や肝臓がんへの進行が B 型肝炎単独の場合と比べて早まることが分かっている。さらに、肝硬変や肝臓がんが発生する危険性が高まることも分かっている。また、 肝硬変や肝臓癌や肝不全による死亡リスクも B 型肝炎ウイルス単独の時と比べて上がるとされている。2008年現在 D 型肝炎かどうかの診断は B 型肝炎かどうかの診断に用いられる免疫学的手法が応用されている。D 型肝炎ウイルスがエンベロープに持っている HBS 抗原の他に D 型肝炎ウイルス自身が高度している。 デルタ抗原と人が産生したデルタ抗原に対する抗体が血清から検出された場合、その人は D 型肝炎、デルタ肝炎に罹患していると診断される。ちなみに、この抗原や抗体はエライザ、酵素免疫測定法などによって検出する。このほか、D 型肝炎ウイルスの RNA が血清中に検出されることもある。また、 肝臓の組織中にも D 型肝炎ウイルスの RNA が検出される。ちなみに、この D 型肝炎ウイルスの RNA の検出には、逆転者酵素と PCR 法を組み合わせて D 型肝炎ウイルスの RNA を増幅する、つまり単純に RNA の本数を増やす方法などが用いられる。2009年現在、これらの方法には、一長一短あって、 PCR 法を用いて増幅する検査法は2009年現在において最も迅速に D 型肝炎を検出できる方法であるものの戦術のエライザを用いてデルタ抗原やそれに対する抗体などを検出する検査法の方がより確実な診断法とされている。なお、B 型肝炎ウイルスが単独で感染している時とは違って D 型肝炎ウイルスも同時に感染している場合、血清中から検出される HBS 抗原の量が減少する傾向が見られることが知られている。2008年現在においても D 型肝炎に対する特異的な治療法は存在しない。つまり D 型肝炎ウイルスだけを攻撃するための方法は見つかっていない。D 型肝炎の予防法は B 型肝炎の予防法と同じである。記述のように、D 型肝炎ウイルスの感染経路は、B 型肝炎ウイルスの感染経路と同じである上に、そもそも D 型肝炎ウイルスは、B 型肝炎ウイルスがいないと増殖できないため、B 型肝炎ウイルスに感染しなければよいのである。従って、性生活における感染防止法や、傷口から流れ出る血液の処理の仕方などを知って、 B 型肝炎ウイルスから身を守ることが、そのまま D 型肝炎の予防法にもなる。また、D 型肝炎ウイルスは、HBS 抗原を持っているため、B 型肝炎ワクチン、HBS 抗原ワクチンを接種することで、HBS 抗原を持っている B 型肝炎ウイルスと、同様に D 型肝炎ウイルスに対しても防御できる。2008年現在、D 型肝炎ウイルスに対する、 特異的なワクチンは開発されていないものの B 型肝炎ウイルスワクチンの接種を行ったことによって B 型肝炎ウイルスに対して十分な感染防御能を持つ人に対しては D 型肝炎ウイルスも感染しない。なお、この他の予防法として社会的な取り組み、公衆衛生的な取り組みとして性教育を含めた感染防止教育を行うこと、血液製剤に ウイルスが含まれていないかの検査を行うことなどが、急られる。1977年に B 型肝炎ウイルスに感染した人の肝細胞から、それまで人に知られていなかった抗原、タンパク質が見出され、これがデルタ抗原と命名された。この当時、デルタ抗原は B 型肝炎ウイルスが高度している抗原であろうと考えられた。ところが、 1980年になって B 型肝炎ウイルスに感染した動物に対する感染実験が成功したことでデルタ抗原は B 型肝炎ウイルスが高度している抗原ではなくそれまで人に知られていなかった RNA ウイルスが高度している抗原だったことが証明されたこの RNA ウイルスこそが D 型肝炎ウイルスである D 型肝炎ウイルスはすでに人が知っていた いかなる動物に感染するウイルスが属するグループにも属していなかった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。